はい、それでは、引き続きまして3月21日大田区総合体育館大会で行われます世界タッグ選手権試合、挑戦者チーム剣王曽山ラブ対王者チーム青柳馬野村直也、こちらの一戦の会見を始めさせていただきます。それでは両チームにまずは意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずは挑戦者チームより曽山学ぶ選手、意気込みのコメントをお願いします。はい、プロレスリングノアの曽山学ぶです。正式に世界タッグのタイトルマッチが決まりましたので、まあ俺と剣王が第95代で合ってるか、95代新チャンピオンになります。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして挑戦者チームより剣王選手、お願いいたします。GHC タック王者として3月21日大田区大会、このベルトを奪いに行く。そして95代世界タッグチャンピオンになってからだ、その2つのベルトを統一して初代 GHC 世界タッグ王者になってやる。ありがとうございました。それでは続きまして世界タッグチャンピオンチームよりまずは野村直也選手、意気込みのコメントをお願いいたします。野村ヤギの、野村直也です。まあ、僕は今全日本プロレスではないんですけど、まあ、野村ヤギというチームにはすごい思い入れがあります。なので、まあ、剣王選手、曽谷選手には、僕らの踏み台になってもらってですね、僕ら野村ヤギ日本一のチームを、目指します。必ず防衛します。以上です。ありがとうございました。それでは最後でございます、世界タッグチャンピオンチームより青柳馬選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、野村ヤギのヤギの方、青柳馬です。そうですね、3月21日大田区では世界タッグ選手権試合ですが、その何日か前の3月の19日ですか、ノアさんの横浜武道館大会でこのチャレンジャーチームが GHC タッグチャンピオンとして来てくれることを信じてますので、ぜひともこの2人には GHC のベルトを持ってきてもらって、統一戦ダブルタイトルマッチをやってもらいたいなと思ってますんで、2人は3月21日大田区大会では GHC のベルトを持ってくるようによろしくお願いしますね。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。剣王選手にお聞きします。まあ、タイトルマッチの話の前にですね、まあ、これまで全日本に対してこう手厳しい言葉がたくさん出たと思うんですけども、今の全日本プロレスに対する印象であったり感じていることを教えてください。今の全日本プロレスの印象、残念な印象しかないよね。今こいつらのコメントを聞いててもなんだか残念な気持ちになったよ。うん、隣にいる青柳、いやもう本当に素質はすげえと思う。でも全日本プロレスにいたらこのようなレスラーしか生まれない。残念な印象、この会見もそうだよな。なんだよこの豚小屋みたいなところで会見して、本当に今の全日本プロレスは残念で仕方ないな。具体的にその青柳選手の残念なと
ところって言いますとどんなところになりますか。青柳はプロレス界のスターになる素質はあると思う。だが今の青柳を見てると脱線しまくりでしょ、うん、このようなキャラクターでプロレス界を引っ張れるとは思わない。どこに目くらんだのか。それは今の残念な全日本プロレスがこういうレスラーに育ったんだと俺は思っている。そういう選手はチャンピオンチームの青柳選手、野村選手の印象というのはいかがですか。まあ、対談された後にデビューした選手ではありますけども、まあ、相手の印象というよりは、まあ、こうして世界タッグのタイトルマッチが決まった以上世界タッグのベルトを俺と拳王が巻く、それだけ。まあ、かつて世界タッグは3回巻いてますけども、このベルトに対するなんか特別な思いはありますか。過去は過去、今は今、とりあえず俺は今俺に必要な実績として世界タッグのベルトを必ず取ります。あと健吾選手、その統一して、まあ、初代 G1 世界タッグチャンピオンになるという青写真描かれてますけれども、まあ、今見ての通り世界タッグのベルトかなり歴史がありまして、こう老朽化してるんですけども、おいおいおい、もういいだろ、ちょっと待ってくれよ。こんな豚小屋に長くいさせんなよ。そろそろ会見終わろうぜ。ああ、こんなな、俺様が来てやってんだぞ。なんだよこの豚小屋、早く会見終わろうよ。すみません、その統一された後にベルトをどうし、ノーコメントで。あ、わかりました。まあ、チャンピオンチームの2人は挑戦者チーム、まあ、青柳選手は実際対戦もしましたけども、どんな印象を抱いてますか。おいおいおい、もういいだろ、こいつらもノーコメントだ、終わりだ。あのお帰りいただいて結構ですよ。もしよかったら我々2人でなんかトークショーかなんか適当にやっておきますんで。はい、お疲れ様でした。まあね、なんか行った後に、いなくなっちゃった後に言うのもなんかすごい陰湿な感じになって申し訳ないんですけど、ああいう人なんですよ所詮は。ね、ハスに構えて自分たちも結局は大したこと言ってない、ね、それでいてつまんねえな、なんだって自分たちだってそんなこと言えてねえだろって話じゃないですか。何が面白いんですか ね。もう GH タッグとりあえず持ってきてくださいよって、まあ、負けた僕が言うのもなんなんですけどね。だからぜひとも3月21日は GHC タイトルも向こうにかけてもらって本当の統一戦やりましょうよって。もし僕らが勝ったら世界 GHC タッグ王座という括弧を仮でやっていきたいなと思ってますんで、はい、以上です。僕はですね、まあ、統一王座もそうなんですけど、個人的にですね、瀬谷選手にはすごい思い入れがありましてですね、僕はですね、全日本に入寮した時に寮長が瀬谷学選手で、だったんですよ。まあ、その時に、まあ、なんかすぐ別の団体行っちゃったんですけど、なんかまあ、すごい印象に残ってるのが、
ちゃんこの、あのちゃんこ鍋のですね作り方を教えてくれた、はい、特にそれが、まあ、曽谷選手に対する印象ですね。なので、まあ、曽谷学選手にはあの、まあ、ちゃんこのですね、まあ、調理法を教えてくれたですねその恩返しを、きっちりしたいと思います。以上です。はい、他に質問ございますか。よろしいでしょうか。選手ちょっと一つだけ伺いたいんですけど、あの曽谷選手は当時とだいぶこう毛色が文字通り毛色が変わっちゃってると思うんですけど、はい、今の曽谷選手の変わってしまった姿を見てどう思いますか。なんすかね、なんか金剛というチームに入ってなんかすごくなんか作り込んでるなっていう印象ですね、はい。まあ、僕は本当にただあの YouTube とかそういうのを見て思ったことなんですけど、なんかすごい作り込んでるなっていう、はい、ただ、うん、それだけですね、はい、印象としては、はい。全日本プロレス最高ですか。月額900円、全日本プロレス見るなら全日本プロレス TV。 主要大会はライブ配信 VOD 配信にて完全網羅。バックステージコメント、記者会見などのコンテンツも充実。名勝負アーカイブも随時更新中。全日本プロレス最高。